関東のにわか雨についてお伝えします。現在の天気の状況を確認しますと、関東北部、晴れ間が出ているところありますが、南部そして茨城県などでは、雲が多くなっています。この中でも千葉県、茨城県、特に沿岸部などで、弱いながらも雨の報告をいただいています。雨雲もかかっていますね。ではこの後の天気の予想を確認しましょう。天気分布予想です。この後動かしていきますと、晴れのエリアが北部から広がり、この濃いグレーの曇りのエリアもだんだんと狭くなってきます。今日は関東北部からだんだんと晴れ間、日差しが戻ってくるという状況になります。夕方になってきますと関東南部もね、日差しが出ているところが多くなる予想です。では関東のアイコン見てみましょう。天気アイコンです。関東北部は晴れ時々曇り、そして関東南部を中心に曇りのち晴れと予想しています。大島は一日を通して雲が多い状況でしょう。では傘マップ見てみましょう。こちらです。関東地方南部中心に折りたたみの傘は持っていった方が良さそうです。これはですね、特に朝のうち、やはりこの後まだにわか雨の心配があります。今雨が降っていなくても、特にお昼ぐらい前、お昼前ぐらいにかけては、ポツポツパラパラと雨が落ちてくる恐れがありますので、カバンの中に折りたたみの傘、入れた方が、安心できるかと思います。また夜にかけて山沿いなどでも、場合によってはにわか雨などあるかもしれませんので、そういった点でも折りたたみの傘お持ちください。詳しい予報はウェザーニュースアプリでご確認ください。